とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。古代狩り、3週やっていきます。もう入った瞬間、すぐにね、人が来てくれる状態でなかなか賑やかになってきましたね。なんか販売ランキングとかでもマイクラダンジョンズが毎週毎週売れ行きを伸ばしてるみたいで、もうなんかいい感じだね。もういい感じに人が増えていってるっぽいです。はい、まあとりあえず古代人何体ぐらい出てきてくれるかな。あ、ちょっと待って、俺装備変えてたから、ちょっと待ってくださいよ。装備を変えてるからね。オッケー。どこだどこだ。あ、こっちいた。はい、どう。あ、ちょっと厳しいか。矢が足りない。ちょっと矢が足りなくなっちゃった俺。まあ一回やられるか。あ、いや大丈夫ね、倒してくれた。ちょっと待って、俺矢がないから、ここは厳しいぞ。間に合うか。よっしゃ、ギリギリ。外れでしたね。オッケー、ここか。装備も変えた、全然余裕です。あー、ミスった。ポーション使っちゃった。まあいいか、大丈夫っしょ。あー、で、大丈夫じゃなかった。オッケー、ありがとう。あと1体いけるね。なんだ、俺はトリック棒、斧トリック棒。あー、みんな外れだね。オッケー、また当たりだね。ここは不滅のナイフでオッケーだね。オッケー。じゃ、さっきのは間違ってポーション使っちゃった、あれが悪いよ。あれなければ全然いけたからね。じゃ、行きましょうか。いくよ。やったな。まあまあ、でももうクリアだし。ちょっと待って待って。なんで？そうか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 。ワンパンじゃないんだな。イカ装備でいきます。イカでサクッと倒しましょう。オッケー、そっちも倒した？あ、こっちまだいるのね。はい、オッケー。倒したけども、まあ俺はそんないいのは出ないよ。多分みんなもここはいいのは出ないと思うけど。なんだ、成長するスタッフで、俺がノーマルの傭兵アーマーバトルスタッフ。あ、愛のスペルボー、なかなか良かったね。1周目おしまいです。古代人は3体だったか。幸運つけててもあんまり変わらない気はするんだよな。若干変わるぐらいかな。見てみましょう。輝くハープ、マルチが入ってない、いりませんね。おーっと、クールダウンショット付きだけども、他がない、いりません。次、ロードソード、もう今更使わないんだよな。使わないね。どうだミステリー。あー、ダメ。次、全部ノーマル、いりません。成長するスタッフはまあ使いませんね。最後、全部ノーマルです。2周目いきます。 OK、 風ひげだね。風ひげはいけるでしょう。イカじゃなくてもいくよ、多分大丈夫。いや、いけるいけるいける、余裕余裕。周りの雑魚はね、もうなんてことないから。風ひげが暴れ回ってる。おお、ナイス。ヤギ、おお、いいね。俺はテンペストナイフ、基本あんまりいいのが出ないかな、ここは。2周目おしまいですね。何が来るでしょう。
頼むよ、なんか来て。ダメだな。ダメだな。次。うわ、なんだこれ。ひどい、いや、ひどいね。全然来ないぞ。いや、ひどい、ひどい、ひどい。ちゃんと装備してるよね。してるよね。いや、これはひどいぞ。黒狼、いやいや。いや、2周目これひどい。3周目行くしかないですね。OK、ここね。次はミスらないよ。次はミスらないように行きます。OK。ミスった。ミスった。あ、これはやばい。これはやばい。ミスった。もう。なんでミスるかな、俺。まあいいや。いけ。違う違う違う。はい、オッケー。ミスるなぁ。調子が悪い。まあまあ、リングは出たかな。あ、いや、違う。普通のバトルローブだった。外れです。ここはいけるでしょう。ここは大丈夫のはず。いけ。ここはそんな強くないですね。ラケルだけちょっと注意しとけば、いける。ん？外れだね。どう？みんななんか出た？星なき夜かなんか出れば、当たりだけども。どうだ？テレポート。あー、虚無の呼び声だけか。でもあれもあんまり良くはないけどね。OK。では行きましょう。ここは大丈夫かな？行くぞー。いけるっしょ。あ、いけるいけるいける。じゃ、おー、まあまあまあ。使えるやつかどうかは微妙だけども、ベールに包まれた。出ましたね。オッケー、次行こう。それでは、3周目おしまいですね。最後はいいのが出てきてくれるかな？豪華。ダメ、クールダウンついてなし。虚無の呼び声もクールダウンなし。ないね、次。お、発光する一家。あー、クールダウンなし。クールダウンがあれば、まあまあ、使えたかな。ちょっと残念。で、ハイランドアーマーも、クールダウンなし。愛のスペルボーン。アーティファクトチャージはついてるけども、クールダウンがないね。ダメです。フロストサイス。球根はついてるけども、流れ込む魂がない。ダメ。最後。クールダウンショット。だけども、他がないね。やっぱいいやつってなかなか出ないね。狙って出るもんではないですね。今日出たやつ見てみましょう。ノーマルが多めだね。ソーブレードいらない。トリック棒もいらない。傭兵もちろんいらない。バトルアーロームもなし。虚無、何もついてない。ベールに包まれたも、ダメだね。これ影化するやつだけども、まず攻撃力が低くて敵を倒せないから無理だね。テンペストナイフはもちろんいりません。全部良くなかったね。OK、いいところ。出てきましたね。行きましょう。頼むよ。何が出るか。ちょっと待って、みんなやられた。ちょっと待って、危ない。OK。ああ、いや、でも、これか。これは、ちょっと、いまいちだな。まあ、とりあえず、みんなはどう？イカ防具、スポンジトライカー、サンゴ。ああ、まあまあやね。
次はここ。お、もう一人準備できてるね。いくよ。どうだ、なんか出てきてくれるかな。もし、でももう必要じゃないんだよね、これって。スプラウト、コグクロス、スプラウト。おお、俺だけが当たりでした。でもいらないけどね。よし、また出た。ここだけども、まあエンターテイナーが当たりかな。俺は今安全地帯でやっていきます。お、あ、来た。まあ一応ここでの一番の当たりかな、シルバドゥール。うん、いい感じ今のところね。4周目なかなかこれいいよ。それではついでの4周目終わりましたね。見ていきましょう。なんだ、4周目なんか来るかな。スライサー名もなき、いらないね。次、旧兵はいらないな。出ないな。グリーンメラス良くない。来た、ツタか。クールダウンがまずついてないもんね。あ、ダメだ。うん、一個もいいのがありません。では出た3つ見てみましょうか。全部ユニークだったね。公開のクロスボウ、お、マルチショットがついてる。うん、あ、全然使っていける。マルチショットとクリティカルだね。ヒューズショットもついてるから悪くないと思うよ。で、機械化装ブレード、これもいらないな。これはいらない。トゥルバドゥール、クールダウンなし、いりません。はい、まあこんな感じですかね。一つ、まあそこそこ使えそうなのがあったんでよかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。